どうもこんにちは、RC ファンタジーのマサです。今日はですね、これ TD2 アスチュート、この車実は買ったのはもう半年ぐらい前の話なんですけども、あのライジングファイターをその後に買って、クリスマスに。でそっちの方があのやりたいことがいろいろあったんで先に作って、でまあここに来ていろいろともうやりたいことを一通りやったかなと思うんで、こっちを作り始めたいと思います。で、まあ、作り始めようと思ったんですけど、もうね、今更これの制作過程をビデオにするも、まあいろんな人がねもうやってるんでもいいかなと思って、これのボディを作るところだけをやろうかなと思います。ということでシャーシはね作ったんで、はい、もうねあるんです。でね、このボディをねどうしたらかっこよくなるかなって、こう線をねいろいろカキ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 しながら考えてるんですけども、あのねこのボックスアートねすごいかっこいいんですよ。これねもうこのボックスアート描いた人、あのすごいあの絵の上手な人で、ものすごいかっこいいですよね。これ見たらもう別に何もすることないのかなぐらいに思っちゃってたんですけど、やっぱねこれ箱絵がかっこよすぎて、で実物を見るとねなんかね思ったのとなんかねちょっと違うなと思って、なんかね馬みたいな顔っていうかね、なんか馬面の宇宙人というか、1950年代ぐらいのあのバブルキャノピーの頃のコンセプトカーみたいな、フォーミュラカーみたいな、なんかレトロフューチャーみたいな感じかなと思って、なかなかね難しいなと思ってたんですよ。これで本当にいろいろと線を引きながら、でこれ見ながら思ったのは、このボディの基本の外形が多分これ写真にねピタッと合わせるために結構こう割と箱っぽい、ここまではテーパーかかって、ここからもまっすぐズドーンってこう長方形みたいになってて、でキャノピーもねなんか本当にその平らなこう四角いとこからポコーンってこうポコーンって生えてる感じがなんか武将ったいのかなっていう風に感じてですね、その2点、この直方体っぽいあのまっすぐな感じと、この平面からバブルキャノピーがポコって出てるその感じをあの柔らけることでかっこよくなるのかなっていう風に、思いましたね。であとは色どうしようかなと思って、多分ここのねあの横にポコって出てるところ、まあ、これはまあデザインのアクセントとしていいかなと思うんですけど、ちょっといかにもねちょっと弁当箱みたいなポコンって出ている来てる感じがなんか武将ったいんで、そこもねあの色の切り替えとかでもうちょっとあの武将ったくならないようにできないかなっていうふうに思います。でカラースキームはね本当どうしようかなと思って、赤だからフェラーリみたいにしようかなとか、あと真っ黒気にしようかなとか、ただ黒くするとその色でその形をごまかすみたいなことがやりにくくなるんで、基本やっぱり白系をベースにやるのがいいのかなって思ったんですね。なんで、まあ、僕の好きなあの丸ボロカラーにしようかなというふうに思います。ということでこれからボディを作っていきますんで、どうぞ見てください。というわけでいろいろ線引いてたんですけど、結局キャノピーね開けちゃいました。やっぱなんかねキャノピーねない方がこれかっこいいよなと思って、 F1 っぽいしこの方がということで、キャノピーは開けた状態で作っていきたいと思います。はい、まず最初に
白く塗る部分と透明に残す部分をマスキングしてます。この部分とこの部分とあと横のこの部分が白く塗る部分になります。でこことこことこの部分が赤くなる部分ですね。で赤く塗る部分もマスキングしたら、まず最初に黒を塗ります。で黒の部分は完全に真っ黒気にするわけじゃないんで、裏からシルバーで裏打ちをしてます。なのでグラデーションになってるのが見えてるかと思います。で赤く塗る部分のマスキングを剥がしまして、でこれから蛍光レッドで赤を拭きます。でこれが、赤を塗った状態ですね。でこれから白のマスキングを剥がして白のスプレーを拭きました。で黒い部分の保護フィルムを最初に外して、マットクリアでそこの部分だけ拭いてます。そしてその後全体の保護フィルムを剥がしました。で一部ね、スプレーがちょっと滲んだ部分があるんですけども、ちょっとステッカーでごまかしたりします。あと透明の部分にも微妙にスプレーがかかってる部分があったんで、これはアルコールで拭き取ってきれいにします。でリアウィングはまず最初に翼端板のところを塗って、その後マルボロのロゴをマスキングして真ん中の部分を塗ります。というわけでボディ全部塗り終わりました。これがメインのボディで、マルボロのカラーを白赤塗り分けて、でここ一部ボディを黒く落として、ボディの輪郭を塗装でちょっと変えてます。でフロントの、これなんていうんですかね、フェンダーですかね、フェンダーはグッドイヤーの、ロゴを、これも塗装でやってますね。そしてこれがリアウィングで、翼端板の部分は内側から塗って外側から見てツルツルになるようになってて、で逆に真ん中の部分はこっち側がツルツルになるように、裏から塗ってますと。でこの丸ボのマークは、塗装でマスキングしてやってます。それではこのボディをシャーシに取り付けていきたいと思います。まずはリアウィングを取り付けます。では次はフェンダーをつけます。ではボディをつけます。はい、完成です。完成。ということで完成しました。まあ、個人的にね、自分が今まで見た TD2 の中では一番かっこいいんじゃないかなと勝手に自分では思ってるんですが、これねキャノピーのところかっこ悪いかなと思って切ったんですね。切り取ったんですけど、これ塗装し終わった後に
こうやって乗せてみると、あれ意外とかっこいいんじゃないって思って、これ切らなくてよかったかなとちょっとね今ね考え始めてるところなんですね。これできればコメント欄でキャノピーついてる方がいいかついてない方がいいかちょっとアンケート取りたいですね。ちょっとコメント欄にちょっと意見残してもらえますか。ついてない方が F1 っぽくてかっこいいか、キャノピーついてる方がちょっと未来チックでむしろかっこいいのか、まあどっちでもいいとは思うんですけど、なんかねこのキャノピーがついた状態がねなんか妙にかっこよく見えて、やっぱつけてた方がいいかなーってね考え出してるんですね。はい、というわけで TD2 塗装でどれだけかっこよくなるかっていうのをやってみましたけども、やっぱりねマルボロカラーっていうのはいやどうやってもかっこいいのかなっていう気もするし、まあ、今回うまくいったかなっていうのもあるし、やっぱマルボロカラーは偉大ですな本当。You go.